メリー、この中に入って。君一人なら、なんとか隠れられるよ。でも、ジェス君。僕は先の様子を見てくるから、メリーはここで隠れていて。絶対に動いちゃダメだよ。大丈夫、すぐ戻ってくるから、ね。これで邪魔なガキは片付いた。あとは不死者を探すだけだ。よってなんだガキ。お兄ちゃんってすっごく強いんだね。僕びっくりしちゃった。おお、そうか。そう思うか。うん、お兄ちゃんがリングに上がってたら絶対に今頃ベルトを巻いてるよね。お世辞のうまいガキは嫌いじゃねえ。で、何の用だ。実はね、お兄ちゃんにお願いがあるの。お願いだ。そんな怖い顔しないでよ、お兄ちゃん。うるせえ。てめえは今年25になるこのラッド様をおじさん呼ばわりしなかっただけで生きながらえてる命だってことを忘れるな。お前が言うお願いとやらが、俺を怒らせるか笑わせるかでお前の寿命が決まるぞ、坊主。食堂車の人たちを皆殺しにしてくれないかな。何？もちろん、それなりの報酬はお渡ししますよ。あなたは自分の快楽を得る。私は身の安全を買う。てめえ、子供じゃねえな。飲み込みが早くて助かります。乗客を全員殺してくれるのでしたら、報酬として20万ドル。ふん。話にならねえ。食堂車だけで何人殺す必要がある。そんなはした金でいいように踊らされるのはごめんだぜ。もしあなたたちが言うことを聞いてくれたなら、あなたたちがルノラータに優遇されるよう口添えして差し上げますよ。都合が良すぎねえか。爆薬は余分に積んであります。あなたたちが食堂車の人間を始末した後に、それを爆破させます。列車はストップ。その間に、我々は残りの爆薬を持って逃走します。ねえお兄ちゃん、やってくれるよね。お前、俺に対する口の利き方をわきまえてなかったようだな。え？そんな余裕のある目をされてみろよ。いやでも殺したくなっちまうじゃねえか。だけどよ、なんで殺したんだよラッド。いい話だったじゃねえか。確かにな。だがよ、あいつの目を見たか？絶対に自分は殺されないって面しやがってよ。奴は俺たちになんか殺されないって確信してやった。このラッドルッソ様を舐めてくれやがったんだぜ。なんつうか殺意ゲージマックスって感じよ。だからってよ。しかし気に食わねえ。最後の最後まであいつは余裕の表情を浮かべてやがった。なんだってだしそれ！どうする。あいつは当てにならない。このままでは他の不死者を探すことができない。あの時いつの間にか本名を名乗ってしまっていた。ということはあの場に不死者がいたということだ。食われてたまるか。先に食ってやらなければ。どうする。このまま全てを投げ出して逃げるか。そんなわけにもいくまい。お兄ちゃん、誰なの？俺がレイル・ドレーサーだ。お前がガキじゃないことも、
乗客を殺したがってることも分かってる。だからまあ殺しとく。そんな程度の苦しみは慣れきっている。はあ、チェスワフ・メイエル、確かにお前はある程度の痛みには覚悟を抱いているようだ。だが俺を見た時の、レイル・トレーサーを前にした時のお前の目に浮かんだ不安の色は何だ？お前が恐れているのは未知だ。自分の知らないところに未だかつて味わったことのない痛みや苦しみがあるのかもしれないと考えている。俺がお前に与えてやろう未知の痛み、生き返り方を忘れるまでな。フェルメート、あれだけの苦痛を与えられたのに、どうしてこんな目に。エルメイト、なんでそんなに楽しそうなの？楽しそう？そう見えるか？気のせいだよ、チェス。僕は楽しくないよ、エルメイト。チェス、貴様！エルメイトには私に対する愛情なんて欠片もなかった。奴は私を虐待するのをひたすら楽しんでいたのだ。もう、誰も、信じるものか。もう、誰も。チェスカ！チェスカ！ミリア、目を開けたぞ！不死者！さあ、チェス君！右手で触るな！うわっ！うわっ！うわっ！トレーサーか。いいからこれを持って思い切り引き上げろ。え、どうしてだ？あのガキはともかく、後の二人は立派なお客様だからな。おん、おお、一大事。